こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。久々のですね、動画になっちゃったんですけれど、実はですね、ちょっとね、先週ぐらいからこの、ね、先週の日曜日から目が覚めたら、この右目がですね、なんかすごく内出血みたいのしてて、今だいぶ治ったんですけれど、なんか一時期本当ね、ヴァンパイアとか悪魔の目みたいになっちゃってたんですよ。真っ赤になっちゃって結膜下出血っていうので、まあ過去にもなったことがあるんですけど、で全然痛みとかないんですけれど、まあ、そんな感じなんで、さすがにそんなビジュアルでこの YouTube 出るわけにもいかないなって、天使と悪魔みたいにここから半分になっちゃう感じだったんで、ちょっと YouTube お休みしてました。で今日もちょっとそんな感じでメガネで、やってるんですけれど、で今日お話ししたいテーマは何かっていうと、このインナーチャイルドについてです。インナーチャイルドの問題ね、今ちょっと継続セッションでいろんなお客様サポートをしているんですけれど、やっぱりとても大きな、ね、課題なんですよ。で、インナーチャイルドっていつまで癒し続ければいいんですかっていうね、質問をよくいただくんですよ。でね、その結論はですね、一生です。はい。一生僕らはインナーチャイルドと向き合う必要があるっていうことをお伝えしたいんです。これをね、どうしてお伝えしたいかっていうと、まさにね、やっぱ僕の継続セッションを受けてる方とかって結構、まあ本当に全然そういうのを受けたことがないよって人もいれば、もうなんかいろんなことを学んできて、セッションとかも受けたり、自分もいろんな講座とか受けたりとかして、もう先生として提供してるような方も結構多いんですよ。はい。だから私いろいろやってきたから、もうかなり手放してるはずですとか、癒されてるはずですって結構言われる方も多いんですよ。ところがですね、セッションをやっていて、僕のセッションをやるとですね、すごいどんどんそのですね、インナーチャイルドが炙り出されてくるっていっぱい出てくるんですよ。で、私こんなにインナーチャイルド抱えていたんですかってことに初めて気づかれて、びっくりするっていう方結構いらっしゃるんですよね。でね、このことについてちょっとだからね、僕はお話ししたいと思って、結構みんな誤解するんですよ。特にいろいろスピリチュアルとか心理系いろいろやってきた人は、私はもういろいろやってきたから、もうインナーチャイルドすごく癒しきってるなんていう人もたまにいるんですけれど、そういう人はほとんどインナーチャイルドを癒しきれてないです。全然です。はっきり言っちゃいます。はい。どういうことかっていうとですね、インナーチャイルドっていうのは僕たち の肉体の心ですね、潜在意識っていうものですけれど、この肉体の心の中にいるんですよ。なのでですね、僕らが肉体を持ってる限り、インナーチャイルド、傷ついたインナーチャイルドの問題っていうのは生まれてくるんですよ。常に新しくですね、これ幼少期の体験だけじゃないんですよ。死ぬまでです。ですから、たとえアセンションしてもですね、僕らは肉体を持っている、3次元の肉体を持っている限り、インナーチャイルドの問題と向き合い続けないといけないんですよ。アセンションした人もつまりインナーチャイルドの悩みを抱えるってことです。だから一生インナーチャイルドと向き合う。でインナーチャイルドの傷が生まれたら、それを向き合って満たして手放していくって作業はやり続けないといけないですね。だからこれはもうずっと続く作業だと思ってください。でもじゃあなんでいろいろやってきたって人が、私癒しきったって勘違いしちゃうかっていうとですね、これはですね、僕例えでよくそういう方にお話をするんですけれど、湖だと、自分の心を湖だと思ってくださいって言います。でね、この自分の心が湖で、湖のこの湖面、表面に落ち葉とか、なんかペットボトルとか、なんかコンビニ袋とかね、いろんなゴミが浮いてるんですよ。でそれをね、船で回っていろいろ取ったっていう、取っていくっていう、表面的に湖面には水ね、そういうゴミがないよってなった状態になるとなって、でこの状態で私はインナーチャイルドのいろいろな問題向き合ったから、手放しやりきった、手放したってみんな言ってるような感じなんですよ。でもね、実際ね、湖の底にはね、缶とか瓶とかいろんなゴミとかね、冷蔵庫とか自転車とか、もしかしたら車とかあるかもしれない、フランス体もあるかもしれないって感じでですね、たくさんそのね、湖底にね、いろんなゴミが沈んでるんですよ。それに気づいてないだけなんですね。深いところにそういうのがあるんですよ。インナーチャイルドの問題っていうのは、根性の問題だけじゃなくて、過去性のカルマ、
カルマっていうのは過去性のインナーチャイルドの問題、解消されてないインナーチャイルドの問題から生まれてるんです。つまりカルマも含んでるので、これは膨大なんです。これはすっごい、ね、湖の深い、水深深いところ、ね、で全部僕たちは全天性のこのカルマの問題とつながっているので、こういう問題も僕たちは手放していかないといけないんですね。で結局僕らっていうのは成長してするとですね、いろんな問題に向き合います。そうすると成長がするとステージアップするんですよ、次のステージに。でそうじゃないと実はですね、次の新しいこの課題とかインナーチャイルドの問題とかっていうのに遭遇できないんですよ。つまりね、全部その表面の取って、で自分が成長すると新しくその底からなんかね、なんかゴミが表面に浮き上がってるような感じですね。そうすると湖の中泥とかで濁るんですよ。だから不安定になるんですよ。でそこであってまた新しい僕たちは自分のインナーチャイルドに気づくことができます。でこの繰り返し、それをまた満たして、向き合って満たして手放して、でそこでまたね、自分が行動とかをしていって、新しいステージに行くと、そしても新しいステージでまた新しいインナーチャイルドでに出会うんですよ。でこのインナーチャイルドって、自分がこっちの低いステージにいる時にはまだ向き合えなかった問題だから、向き合って癒すとかできないような問題だったから、まだここにいる時には出会わないんですよ。自分がステージアップしてこの上に行った時に初めて出会えるんですよ。だからこれ結局アセンションの直前とかでも、こういうすっごいね、ラスボス級のインナーチャイルドに出会ったりするわけですよ。実際僕はそういうの出会ってすっごい大変だした、これを向き合って手放していくっていうことは。で今だってまだインナーチャイルドの問題っていうのは向き合っているのが僕あるんですよ。実際にアセンションっていうのは、全天性の、すみません、これ5次元のアセンションのことを言っています。全天性のカルマの51%以上を手放した状態で起こることなんです。ですから5次元にアセンションしたっていう状態は、全天性のカルマを全部手放したわけじゃないです。肉体を持っている状態での僕らっていうのは、まだ箱根駅伝で言ったら往路が終わって復路に入った状態です。まだまだ続くんです。なぜなら僕らは肉体を持っている状態で最高6次元までいけるんですよ。5次元で終わりじゃないんです。6次元のアセンションまでいけるんです。7次元からは完全に非物質次元なので、これは肉体を持っている間に僕らは行くことができません。で6次元まではいけるっていう。だからね、まだこのね、アセンションの旅って続いてるんですよ。でカルマの問題もまだ続いてます。ここで終わりじゃないんです。癒しきったって言ってる人たち、まだアセンションしてないでしょって話なんですよ。 で5次元にアセンションしてもまだそれは半分なんだから、まだまだ僕らは続くんです。ずっと向き合い続けです。癒しきったって言ってる人たちは、結局こういうステージがいっぱいある中の、もうクリアできてるステージを繰り返しやってるだけで、自分が新しいチャレンジとか新しい世界に行ってないから、まだそれが新しいインナーチャイルドに出会ってないだけなんですね。そうじゃないんです。もっともっともっと先が僕ら続いてます。そもそも僕らアセンデッドマスターとかいますけれど、彼らは僕らより圧倒的、はるかに霊的成長をしています。とはいえ、そういった彼らで言っても、この創造主とか源の存在の領域を10センチの定規だとすると、2センチぐらいらしいんですよ、ね。まだまだ先まで続いてるんですよ。彼らですらそこなんですよ。僕らなんて1ミリ以下ですよ、本当に。だからね、私はもう10いろいろやったから、そのもうやりきったなんて思ってる人いたら、それがとてもおごりだと思います。もっと謙虚になりませんかってことを思います。で、謙虚になった方が、僕らはもっともっと大きい成長をできるし、もっともっと喜びとか幸せを感じる世界に行けるはずなので、でね、ぜひね、もっとそっちの扉を開いて、もっともっとインナーチャイルドの問題、向き合ってですね、もっともっと成長していきませんかってことをお伝えしたいなと思います。ということで、今日はですね、インナーチャイルドってどこまで、いつまで癒し続ければ終わるのかっていうことについてお話しました。答えは僕たち肉体を持ってる地球で生きている限り一生それは続きます。だからもうこれはね、一生続くんだからね、もうええー、って言うね、どこまでやったら終わるかなんて思わないで、やればやるほど僕らもっと軽くなります。軽くなって、もっと自由になって、もっといろんなことやりたいことを実現できるようになるので、それはとても喜びにつながることですから、全然嫌なことじゃないですよ、インナーチャイルドの嫌なことっていうのね。なのでね、そういう気持ちで向き合ってもらえたら嬉しいと思います。ということでですね。
ぜひね、今日の動画を見て何か気づきとか学びになることがあったら、ぜひ高評価ボタンと押していただきたいし、あとチャンネル登録もお願いします。それとですね、僕がですね、無料で提供しているライトワーカーに覚醒するメール講座、こちらではですね、やっぱりね、より深くですね、スピリチュアルとか、ライトワーク、霊的成長に関することをですね、詳しくお話ししていますので、こちら概要欄のところにリンク貼ってますので、よかったらぜひ登録して読んでみてもらえたら、よりですね、学びとか気づき深まるので、よろしくお願いします。じゃあ今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。